はい、こんにちは、ジャンプちゃんです。こんにちは。今日はね、九十九里町に来てます。うん、ね、待ち合わせ場所が道の駅っていうことは、九十九里は駅がありません。なんで嬉しそうなんだよ。駅がないんですよ、この町。だからなんだよ、ね、それだけじゃなく、まあはっきり言ってね、この道の駅しかないんですよ、九十九里って。そんなことないだろ、あんたの売り次第だよ。え、面白く紹介してよ。そう、投げやりだな。まあ、一応何があるか見てみますか。まあね、何にもないんだけどね。馬鹿にしてるのか。ジャンボチャンネル。まあちょっと面白いものといえば、この青いポストですね。おお、赤くない。まあ東金にはあのピンクのポストがあって、で銚子には白いポストがあるんです。ピンクのポストといえば、あんたの妹が紹介してたね。まあ九十九里といえばね、このキャラクタークックリンちゃんですね。かわいい猫ちゃんだよね。猫がね、サーフボード持ってるっていうね。ははサーフボード持ってる。うわすごい、何これ、イワシ。これがね、九十九里の自慢のイワシです。すごいイワシがいっぱいいるね。道の駅の館内には九十九里の歴史を伝えるいろんな展示があるよ。ジャンボチャンネル。まあね、九十九里浜、うん、まあ、九十九里ね、この、まあ、道の駅がね、まあ、一番唯一、まあ、楽しいとこでね、まあ、これが綺麗で、まあ、これが唯一あれかな、九十九里の自慢なのかな、わかんないですけど。ちゃんと探した。でここね、道の駅はすごい綺麗なんだけど、あの市役所はね、実はすごい廃墟みたいな汚い市役所なんですよ。で、あとね、まあ、海がね、結構サーファー人気で、結構いい波があるらしくてね。そうなんだ。うん、で、まあ、あんまり僕も詳しいことわかんないんですけど、うん、まあ、こっち引っ越してきて、まあ、20年ちょっとなんだけど、こっち来た頃ね、うん、まあ、九十九里とあの東金市があの合併しようっていうね、話があったんですよ。ところがね、あの九十九里が、なんかすごい、あの上から目線で、なんか東金市、まあそのね、まあ、なんていうんだろう、知名度っていうか、まあ、東金っていうね、その名前を知ってる人があんま少なくて、九十九里の方が有名じゃないかっつって、なんならあの東金一緒になってやろうかみたいな、なんか偉そう なんか態度取ったっていうね、なんかその噂が、なんかそういう話を聞いて、それでなんか東金市民がなんかブチ切れたっていうなんか話を聞いて、なんかそれでなんか合併の話がなんかパーになったっていうね。まあ、東金市からすれば、まあ、海と、ね、九十九里とあのくっつけばね、まあ、あの海がね、東金市に海がつながるっていうね。確かに、まあ、千葉市なんかもそうだったんですけど、あの大網白里がね、あのくっついた時、うん、あの千葉市くっついてくれれば千葉市がね、海から海につながったっていうね、うん、だけど大網白里がその話をなんか蹴っちゃったからね、でなんか自分たちでなんか強く独立しちゃったから、なんか千葉市はなんかがっかりしちゃったっていうね、そういう話がありますね。なるほど。はい、九十九里の海行きました。九十九里浜です。海だ、ね、まあもうね、夏は終わったんで、もう泳いでる人いませんけど、まあ結構サーファーがね、来てますね。そうなのね。ガーンと向こうまでね、砂浜あってね、まあこれがね、九十九里浜の、まあ、九十九里町のね、町、九十九里町のね、まあ自慢です。まさか終わらせるか。まあもうこれ以上ね、紹介するもんないんですよ、本当に。そんなことないだろ。ということでね、もうしんどいんで、もうこれで終わりにしたいと思います。おいおい、終わらせるんじゃない。ということでまた見てください。さよなら。この野郎、砂に埋めてやるぞ。今回もご視聴いただき